はい、それでは AJAX Online 8 Web ツールを使ってゲノム編集の標的サイトを検索するの講義を開始したいと思います。それでは早速、資料を共有していただくので少々お待ちください。はい、共有できました。ちょっと画面が。はい、まず資料に関してなんですけども、今回の資料は事前に配布した PDF の、資料の元になったサイトを開いています。ですね、PDF の方を参照しながら、受講していただいてもいいんですけども、このウェブサイトの方はですね、画像とか文字のバランスとか結構分かりやすいようになっているので、できればですね、こちらの方を参照していただければより分かりやすいかなというふうに考えています。お手数ですが、インターネットでつながっている方はですね、ここにある講義資料リンクの方にですね、飛んでいただければと思っております。それでは早速ですね、講義の方を進めていきたいと思います。まずですね、私の自己紹介からちょっと簡単にさせていただきます。私はですね、プラチナバイオという会社のですね、主任研究員と、広島大学の、ゲノム編集イノベーションセンターの研究員を兼任していまして、仲間へと申します。研究分野としましてはですね、ヒト培養細胞を用いた、ゲノム編集実験、解析、インフォツールの、開発を行っています。開発ソフトとしては、例えばノックインを設計するためのソフトとか、あるいはですね、変異をプロファイリングするためのソフトとか、またですね、最近はですね、広島大学と突破印刷さんの方でですね、共同で開発している、ジノムエディティングクラウドとか、などですね、そういったものをですね、開発しております。またですね、私、研究員で、後期とかはあまりしないんですけども、日本ゲノム編集学会が主催されている、日本、第1234回のですね、ゲノム編集講習会でですね、講師として、いくつかのセッションを担当させていただいております。この日本ゲノム編集学会、日本でのゲノム編集の更新ということでですね、さまざまな生物を使ったゲノム編集の、第一線を走る研究者の方々が発表されていますので、もし興味があればですね、こちらの方もですね、参照いただければと思っております。まず概要ですね、本講義の。本講習では、誰でも無償かつ自由で使うことができる、ウェブツールを活用してですね、適切なゲノム編集を行うための標的検索、そしてその考え方について学びたいと思っています。また、さまざまな目的に特化した、標的選定や、また、ゲノム編集後の解析に活用できるツールについてもですね、できる限りご紹介できたらと考えております。で、講習の流れなんですけども、第1章ではですね、こちらがメインなんですけども、ゲノム編集を使ってですね、ノックアウトのための、標的を設計することを行いたいと思います。そういったツールにはですね、いろいろなものがあるんですけども、今回は、大きく2つのツール、クイスフォーダイレクトと、クイスフォーア、またですね、標的を決めるために重要となる変異パターンの予測ツールを使った、講義も予定していまして、それでは、マイクホモジープロテクターとか、インディルファイを使ったものを予定しています。またですね、それ以外にもより応用的なですね、ゲノム編集のためのデータベースツールに関してもですね、以下の通りですね、できる限り紹介できたらと考えています。で、3章では、ゲノム編集の安全な設計解析管理ツールということで、国内ツールであるゲゲノムや、また、ゲノムエディティングクラウドについてですね、簡単にご紹介できれば幸いです。で、講義に際してなんですけども、今回はですね、Web ツールを紹介していくんですけども、同時にアクセスするとですね、サイトにつながりにくくなる恐れがあるので、もしかしたらですね、この講義を聞きながらやっていると、結構サイトアクセスができなくて、進めないということもあるかもしれないです。私自身はですね、もうスムーズな進行のために、
資料のスクリーンショットを撮ってですね、もうそれを順に追って一定説明していくという形式にしています。まあ、受講者の方はですね、まあ、実際に説明を聞きながら手を動かしてもらっても大丈夫ですし、またですね、まあ、今回の質問をただ聞いて、まあ、後日ですね、まあ、この講義資料にあるような内容をですね、手を動かしてやってみるというのもですね、全然いいかと思いますので、まあ、そのあたりはですね、お好みでお願いします。またですね、資料を見ながら自力で進められそうという方はですね、どんどん先に進めていっても大丈夫です。まあ、最初の方でですね、ノックアウトについて述べるんですけども、まあ、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、その際はですね、まあ、第2章以降を簡単にですね、見ていただいてもいいんじゃないかと思っております。またですね、まあ、サイトにつながりにくいということは方はですね、まあ、タイミングをずらして実行するとうまくいくケースがあるので、まあまあ、復習とかのタイミング、復習用にちょっと講義が終わったとかにですね、アクセスして実行するとうまくいくかもしれません。でですね、まあ、アンケート、最初に回答いただいたんですけども、ありがとうございます。本当に184名ということで、結構な方に見ていただいているということで、非常にありがたく思っております。まあ、分野としては本当に多種多様で、まあ、生物科学の方とか、またですね、バイオインフォマティクス、農学、臨床理学、まあ、情報学、化学といった多種多様な方がいらっしゃいます。ゲノム編集はですね、上に上がった分野すべてに関してですね、代わりにある分野と、断言できるので、皆様の役に立つ講義になるかと思います。でですね、まあ、ちょっといくつか講義にあたって質問させていただいたんですけども、ゲノム編集の原理を聞いたことがありますかということに関してなんですけども、まあ、多くの方で聞いたことがあるということでした。香港おりはですね、どちらかというと、ウェブツールを使って、まあ、実際的にどうやってゲノム編集をしていくかということについてですね、説明するので、まあ、基本原理はですね、できれば事前に知っていただいている方が望ましいと考えています。まあ、もちろん講義内でもですね、できる限り原理が分かりやすいように説明したいと思うんですけども、まあ、心配な方はですね、まあ、事前、まあ、今回の、まあ、この講義中だともうすでに事後になるんですけども、まあ、事後にですね、このゲノム編集の原理などを聞いていただいて、まあ、その後に、まあ、この講義資料を見て、ああ、そういうことだったのかっていうふうに理解していただいてもいいのではないかと思います。ゲノム編集のウェット実験を行ったことがありますかということなんですけども、まあ、ない方が、大体 64% ということで、まあ、大抵の方はですね、行ったことがないということでした。今回はですね、まあ、そういった、知っているけど、やったことはないという方、まあ、すごい、まあ、いわゆる、まあ、ビギナーという向けの、ビギナーの方向けにですね、まあ、講義をしていますので、安心していただいて大丈夫です。またですね、まあ、実際に行ったことがあるという方もですね、まあ、ご自身の方法と比較してみて、まあ、疑問に感じる部分があるかと思うんですけども、この講義の内容に。まあ、その際にはですね、ご質問いただければ幸いです。で、アンプリコンシーケンスで、ゲノム編集サンプルの分析を行ったことがあるかということに関してなんですけども、まあ、ほとんどの方は行ったことがないということで、あると答えたことは 8.8% ということでした。まあ、ここまで行ったことがある人はかなりゲノム編集のことは詳しいんじゃないかなというふうに、思うんですけども、まあ、大抵の方は知らないのではないかと思います。まあ、ゲノム編集ではですね、ゲノム編集した後に、まあ、変異検出を行う必要もありますので、アンプリコンシーケンスは知っていて損はないかと思います。まあ、本講義のメインである一章では設計の部分は取り扱うので、その解析はあまり扱わないんですけども、2章以降でですね、まあ、そのあたりについて少し触れたいと考えています。また質疑応答ですね、それに関するですね、内容をですね、お尋ねいただいても大丈夫です。でまずですね、まあ、ゲノム編集の原理について簡単に説明します。ゲノム編集はですね、人工的な生体分子を使って配列特異的に、ゲノム配列を改変する技術を指しています。まあ、最も基本的なものはターレン、またや CRISPR-Cas9 などのゲノム編集ツールなんですけども、まあ、これを使ってですね、まあ、DNA に二本差切断、まあ、DSV と言われているんですけども、そういった質問スターを誘導して、そしてその先で起こる、DNA 修復経路を介してですね、その修復エラーを、狙って、変異導入を行うというステップになっています。まあ、これは図にありますけども、例えばこのキャスナインヌクレアーゼがですね、
これはあのクリスパー、説明がしなかったんですけども、まあ、これはクリスパー・キャスナインの場合で、この三白質がキャスナインヌクレアーゼというあの DNA 切断酵素で、そして、この赤色の紐がですね、あのガイド RNA というですね、まあ、あのキャスナインをあのキャスナインとくっついて、その、目的とする、DNA 配列まで誘導するようなあの配列となっています。でですね、まあ、この、クリスパー・キャスナインの場合は、このキャスナインヌクレアーゼと、ガイド RNA の複合体で、DNA を日本差別を導入するんですけども、キャスナインこういった、クリスパーシステムもですね、あの非常にあの便利となって便利なものとなっていまして、このガイド RNA の中にあるですね、わずか20塩基のプロトスペーサー、20塩基の、塩基配列、これプロトスペーサーと呼んでいるんですけども、これをですね切り替えるだけでですね、まあ、任意の配列に対して結合することができます。まあ、こういう点でですね、まあ、非常に扱いやすいあの、システムというふうに、皆さんからは好評をいただいているという感じですね。でですね、まあ、こうした、ゲノム編集ツールを使った変異導入によってですね、遺伝子を破壊する、ノックアウト、またですね、任意の配列を好きな領域へ挿入するノックインなどが行えます。ゲノム編集によるノックアウトというのはですね、まあ基本一番基本的なものは、まあ、高度領域が標的として、コドの読み訳をずらすようなフレームシフト変異をゲノム編集ツールで誘導して行うのが、基本です。ただですね、このちょっと注意点なんですけども、ゲノム編集ツールはまあ、狙ったところのみをターゲティングできるということなんですけども、必ずしも、完全ではないですね。実験者が意図していない配列に、くっついて切断を起こしてしまうというケースもあって、こういったものをオフターゲットと呼んでいます。ゲノム編集の設計においては、まあ、これが最も懸念すべき事項であって、まあ、これをですね、なるべく防ぐために、まあ、いろいろ気をつけながら設計するというのが、まあ、重要な要素の一つとなっています。本講義ではですね、まあ、こういった点についても説明していきたいと思います。で以下にですね、まあ、重要な要項について列記しておきました。まあ、ここまでの内容で説明した部分用語も多いんですけども、まあ、一つちょっとあんまり説明が抜けている、要素としてですね、パム配列というものがあります。クリスパーキャスナイン、まあ、ガイダーネを切り替えることで、まあ、自由な配列をターゲティングできるんですけども、それを切断するには、キャスナインが持つ DNA 結合モチーフに適合するような配列がないといけません。まあ、それがパム配列と言われているものです。このパム配列が、その配列の領域、プロトスペーサーの、3ダッシュ側ですかね、3ダッシュ側の方にないと、ヌクレアーゼの切断が発生しません。まあ、そういう意味で、そのパム配列をクリアできるかどうかが、クリスパーキャスナインにおける、まあ、一つの制約となっています。まあ、一般的にパム配列というのはそれほど長い配列ではなくて、クリスパーキャスナインで一番よく使われている、SP キャスナインというものに関しては、パム配列は N、G、G の 3塩基となっています。まあ、この3塩基が、まあ、N、最初は N なんで、まあ、実質は2塩基なんですけども、まあ、この2塩基を満たしていれば、ターゲティングが可能というふうになっています。でですね、早速第1章に移っていきたいと思います。ゲノム編集を使ってノックアウトのための標的を設計する。まずですね、その、まあ、ツールを使った設計を説明する前にですね、ノックアウトについて簡単に説明したいと思います。ノックアウトというのは遺伝子の機能を消費させるようなゲノム操作のことを指しているんですけども、いろんな方法がありまして、1種類のクリスパーキャスナインを使ったランダム変異導入、これはまあさっき言った方法ですね。挿入や、ランダム変異導入や、またですね、複数の、クリスパーキャスナインを使ったラージデリーションの導入、まあ、例えば遺伝子カセットを丸ごと抜いてしまうとか、そういうものですね、エクソンを抜くとか、またですね、タールによる変異導入、これもまあクリスパーキャスナインと似たような位置づけですね。で、また、古典的なノックによるノックアウトといったものも知られています。まあ、これは今回紹介はしないです。まあ、今回の場合は、その中で最もシンプルな、一種類のクリスパーキャスナインを使ったランダム変異導入を考えます。で、ノックアウトを行う際に、まあ、一つ
まあ、一番疑問に感じる部分としては、ノックアウトを行う駅をどこにすればいいのかという点に関してだと思うんですけども、これはですね、例えば、遺伝子のコード領域の周期コードの周辺に、変異導入してフレームシフトを発生させたとしても、それ以前のコード情報は壊されていないので、ちゃんとそこまでの情報が発現します。もしかしたら末端にですね、重要なそういうアミノ酸配列があるかもしれないんですけども、大抵はですね、遺伝子の真ん中とか、始めあたりとか、そのあたりの部分に、大事な機能性ドメインをコードする領域があるので、基本的にですね、末端を統合するのではなくて、なるべく可視コードの始めの部分をですね、ターゲティングして、もうなるべくですね、すべての機能性ドメインが転写されない、ようなですね、場所をですね、設定するのがいいかと思います。なんでですね、例えば、この図、これはこの遺伝子の図ですけども、MYOG という遺伝子ですが、これが赤、小豆色の部分がですね、コード領域となっています。なんで、ノックアウトするならばですね、この末端ではなくてですね、この最初の部分から、フレームシフトを発生されるような変異を導入してですね、これ以降の情報をですね、丸ごと破壊してしまうというのが、ノックアウトのやり方としては適切なんじゃないかと考えられます。なんでですね、なんで、実際にですね、CRISPR-Cas9 の、標的サイトを検索する場合はですね、この可視コードの領域だけを絞って、この部分をですね、コピーして、そのツールに貼り付けて検索するというふうな流れがいいんじゃないかと思います。ただですね、ノックアウトとかそういうものを設計していると、あまり素直じゃないケースというのもあります。例えばですね、この場合、この TSC2 の場合などはそうですね、この TSC2 はですね、アイソフォームが大量にありますね。チューブリンの、遺伝子なんで、アイソフォームが大量に存在しています。なんで、こういう、だから TSC2 の遺伝子全部を破壊したいというふうに考えると、この可視コトンのところではなくてですね、すべてのアイソフォームでまたがっているエキソン領域のなるべく最初の方をですね、ターゲティングするのがいいのではないかと思います。もしですね、この、アイソフォーム域の部分だけをですね、ターゲティングしたとしてもですね、他の部分はまだ生きていますので、ノックアウトの表現型としてうまく現れない可能性があります。もちろん、このアイソフォームの表現型だけを見たいという場合はですね、そうしてもいいんですけども、多くの場合はそういうことではないと思うので、全部破壊するならば、ここの全部重なっている部分を丸ごと破壊するというふうな形がいいのではないかと思います。またですね、もう一つ困ったケースとして、コード領域がですね、他の遺伝子と被っていたりするケースがあります。この場合は、可視コードの周辺とですね、この TSC2 の可視コードと、NTHL1 の可視コードがですね、重なっていてですね、ここをターゲティングすると、おそらく NTHL1 もですね、ノックアウトになってしまって、ダブルノックアウトみたいなことになってしまうと思うんですけども、そういったことをするとですね、考察がすごく大変になってくるので、そうではなくてですね、単純、もうシンプルな TSC2 のノックアウトクローンを得たいということであれば、ここから離れてですね、100ベースあたり離れた部分をですね、ターゲティングした方がですね、無難かと思います。ただですね、ノックアウトの結果、事前の情報からでは想定できなかったような、転写翻訳産物が出現するケースというのももちろんあります。これは原因はいろいろあると思うんですけども、例えば、そもそもこの情報自体がですね、あまり正しくなかった、実はアイソフォームがいっぱいあったとか、そういったケースや、またですね、変異導入したことによってですね、新しい、転写開始験みたいなのができてしまったとか、そういう考えることは本当にいろいろあるんですけども、そういったことがあり得ます。またですね、今回はですね、NTHL1 の場所は避けてターゲティングした方がいいということだったんですけども、遺伝子によってはですね、ある遺伝子と
もう一つの遺伝子がですね、丸々かぶっているっていうケースもですね、あるんですね。まあ、そういった場合はですね、もう丸ごとターゲティングしてしまうしかないんですけども、そういった場合にもですね、もちろんその同時ターゲティングしてしまった目的でない方の遺伝子にですね、発現が変わってしまう恐れがあるので、治験後はですね、ちゃんとですね、ゲノム配列の確認とともにですね、まあ、周辺遺伝子、目的遺伝子と、まあ、その周辺遺伝子の QPCR、DDPCR、ウェスタンプロト等ですね、まあ、発現等でですね、発現レベルを確認するようにした方がいいかとは思います。まあ、ただですね、まあ、これは非常に手間のかかる実験も含まれてはいますので、まあ必要に応じて判断するという形が、まあ、実際の上ではいいのではないかと思います。またですね、もうやらないか。じゃあですね、次のところに移っていって、まあ、実際にですね、ツールを使ったノックアウトの設計について説明していきたいと思います。まず最初に紹介するのは CRISPR ダイレクトというツールです。こちらはですね、CRISPR-Cas9 標的を検索できるウェブツールで、特に、オフターゲットの作用を考慮したですね、検索が可能です。で、これがトップの画面になっていまして、下がですね、標的検索した時の一覧表ですね。まあ、ここに検索した標的、CRISPR-Cas9 の標的配列がババーッと出るような感じになっています。で、比較に含まれているのが PAM ですね。まあ、NGG、NGG、NGG、まあ、こっちはですね、ボトムストランドの場合で見た場合なんで、まあ、ボトムストランドで見ると CCN というふうになっています。でですね、まあ、これが標的位置の位置関係、標的候補の位置関係や、またですね、データ出力も可能となっています。で、この標的候補の一覧表の各要素の見方についてもですね、質問をつけましたので、また後日ですね、確認していただけると、勉強になるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、今回はですね、実際にデータを入力して、ノックアウトの標的について絞り込むという、実際的な内容について紹介するので、まあ、一つ一つ説明するのは割愛させていただきます。でですね、まず CRISPR ダイレクトを使ってノックアウトのための標的を設計するところを具体的に説明していきたいと思います。まずですね、最初に必要なのは検索配列ですね。まあ、検索配列はですね、今回は、先ほどありました MIOG 遺伝子を狙いたいと思います。で、この MIOG 遺伝子の監視コトンからですね、159ベースペアをですね、コピーしまして、ここに貼り付けます。貼り付けるとこんな感じになります。で、ファスタ形式で入力していますね。で、次にですね、Cas9 のパム配列を入力します。まあ、今回はですね、最も一般的な SpCas9 のパム配列である NGG を入力します。で、次に、特異性の確認、オフターゲットの確認をするための、ゲノム配列、ゲノムの入力をします。ゲノムはあらかじめですね、セットは決められていまして、まあ、いくつかセットある中で、今回はですね、ヒトゲノムリファレンスである、ヒューマンジノム、GRGRCH38 をで入力します。これとは別にですね、確か GRCH37 というのもあるんですけども、まあ、どちらを使っていただいても大丈夫です。新しさとしてはこっちの方が新しいとされています。で、すべて入力しましたら、デザインをクリックします。そうしますとですね、先ほどこの入力した中で、CRISPR-Cas9 がターゲティングできる箇所をですね、網羅的に調べた結果が出てきます。で、この中からノックアウトの標的としてふさわしいものをですね、絞り込んでいきます。まず最初にですね、Show Highly Specific Target Only というボックスがありますので、これをチェック入れるとですね、そういったスペシフィック特異性の高いようなターゲットだけがですね、絞り込まれていきます。で、結果的にですね、この2つの標的、2つのだけの標的になったので、この中でどっちが良いか絞り込むんですけども、選ぶ点で3つほど注目する点があります。1つはですね、まずこの TTT20MAR ですね。これはですね、TTT 配列がないかどうかを調べているんですけども、もし TTT 配列があると、これはですね、プロモーターで発現させた際にですね、
うまく発言できない可能性がありますので、そういった、ものが入ってないことをチェックしてください。で、こちらの今回の場合はですね、どちらの場合も入っていないので、まあ、これはどちらもクリアということになります。で、もう一つは、20マープラスパムですね。これはですね、いわゆるこの配列、このここに提示されている配列ですね。ここにある配列が、ゲノム内でどれだけあるかということをカウントしています。1なんで、まあ、こういう配列の組み合こういう配列のパターンは、ゲノム上に、ヒトゲノムの中に1種類だけしかない。つまり、配列特異的であることがわかります。もしこれが2とか3であると、まあ、複数のゲノム箇所にですね、同じような配列があるので、まあ、特異的なターゲティングとしては使えないということになります。なんで、ここの位置を満たしているかどうかがポイントです。まあ、今回の場合も、両方とも満たしているので、まあ、これはクリアですね。で、最後にですね、この、12マープラスパムと、8マープラスパムですね。ですね、CRISPR-Cas9 なんですけども、この20の塩基と、そしてパム配列を使ってですね、まあ、特異的な認識をするんですけども、実はですね、必ずしも、この配列すべてが合っていれば、合っている配列だけ切断するというわけではないんですね。CRISPR-Cas9 の特異性としてはですね、パム配列から離れるほど特異性が低くなるという傾向がありまして、例えばですね、このお出し側の方のですね、C とか T が塩基違うけど、細ね以降のやつは似ているみたいなやつはですね、間違って切ってしまう恐れがあります。で、この12マープラスパムというのはですね、このパム配列から、パム配列から、起点として、12塩基の部分の配列がですね、ゲノムの中でどれほどあるかということを示したものになっています。で、この8の場合も同じで、ハム配列から8塩基の配列がですね、ゲノム内でどの程度あるかということをカウントしています。まあ、こういった12マープラスパムとか、8マープラスパムとかにカウントされたものはですね、オフターゲットが生じる可能性があるような標的となっていますので、なるべくですね、この数が少ないようなものを選ぶ必要があります。まあ、今回の場合はですね、この ACH、この、まあ、下の方ですね、下の方の標的配列の方がですね、この8マープラスパムのパムで言うと結構少ないので、こちらの方を選択します。で、まあ、標的とするクリスパックサイトの標的サイトが決まったので、ここからですね、まあ、その標的サイトの配列をメモしておきます。で、メモはですね、まあ、スナップジーンビュアで行います。まあ、先ほど、このような MYOG の遺伝子のファイルがありますので、このファイルにですね、その標的サイトの配列を記録するということですね。まあ、事前に資料として、この MYOG 遺伝子のファイルもですね、お配りする予定ではあるので、受講者の方はですね、こちらの方もダウンロードしていただいて、実際に登録していただくと、まあ、実際の使い方が分かりやすくて、勉強になるのではないかと思います。でですね、まあ、登録の仕方としてはですね、find、まあ、まず最初に標的サイトを見つけるために、まあ、find DNA シーケンスで、その検索フォームを出して、その配列を検索します。そうすると、これ出てくるので、この配列をドラッグしてですね、フィーチャーを押して、このような名前の、フィーチャーをつけます。で、打ち終わったら OK って押して、次にですね、ファームサイトに関しても OK って押します。まあ、そうするとですね、CRISPR-Cas9 と CRISPR-Cas9 のパム配列のサイトがですね、2つとも登録されます。ですね、私のおすすめとしてなんですけども、CRISPR-Cas9 標的をこうやってデータで登録するときはですね、パム配列はどうかっていうことはですね、明確に示せるようにした方がいいかと思います。というのはですね、時々選んだ CRISPR-Cas9 の標的がですね、こちらが NGG になっているんだけど、こちらも CCN、つまり、まあ、
ボトムストランドで見ると NGG になっているので、どちらを狙ったかよくわからないみたいなことになります。そうすると結構困ったことになるので、あらかじめですね、パムハイザーここっていうことをですね、明確に示せるようにした方がいいかと思います。でですね、次にですね、まあ、この、この標的ハイエス、ハイエスの、ガイドアンレイを発現するための、クリスパーキャスナインを作っていくんですけども、まあ、まあ、バイオ細胞などを使う場合はですね、そういったガイドアンレイを発現するようなベクターを作成するのが、まあ、定石かと思います。それ以降はそのあたりについて説明しているんですけども、例えば、今回の標的に関して言えばですね、まず、フォルトスペーサー配列部分 の配列をですね、まあ、コピーして取り出して、それをですね、それを発現する、それをガイドアンレイで発現するための、ベクターを作成します。で、このベクター作りに関しては、まあ、すでにプロトコールがありまして、まあ、PPI-1 による遷延酵素処理とライゲーション反応でですね、できるようになっています。まあ、具体的にちょっと簡単に説明すると、ベクターがあって、BPI-1 っていう遷延酵素で処理すると、透視マス酸時の、鉄断面が発生するように設計されたプラスミドになっています。で、そのプラスミドに対してですね、一本差オリゴで、まあ、センスとアンチセンスでアニリングさせたものをですね、同時導入して、それをライゲーションさせるとですね、そういった、プロトスペーサー配列の標的を持った、ヒッポンサーオリゴはですね、そのベクターの中に組み込まれて、結果的にですね、その一本差オリゴを発現するガイドアンレイができるという風になっていますので、まあ、そのためのですね、一本差オリゴをまず注文します。で、今回の場合はですね、注意点があって、U6 プロモーターで発現させるものを作っています。で、U6 プロモーターで発現させる場合はですね、注意点として、この末端の部分はですね、聞いてなければいけないんですね。この出してしまったんですね。なんで、今回の場合は末端に G がないので、この G を付け加えてですね、一本差オリゴを注文する必要があります。具体的に言うとですね、こういう感じになります。ここはプロトスペーサー部分で、これが付け替えた G の部分ですね。で、ここの CACC がですね、BPI1 で発生する、糖質末端の部分となります。この CAA もそうですね。で、この、で、まあ、実験の上ではですね、まあ、ライゲーション反応でくっつけるので、まあ、そのセンサのオリゴとアンチセンスのオリゴ2つを注文して導入する必要があります。でですね、まあ、これをですね、まあ、オリゴ合成をやっている企業にですね、情報を送って、購入します。どの企業でもいいんですけども、私の場合はですね、ファスマックを使っていて、ウルトラオリゴ極層カラム生成、就職なしでよく注文しています。で、これは注文したときの図ですね。ちょっと注意点なんですけども、オリゴなんですけども、センサーの方はいい、このそのままの配列なんですけども、アンチセンスの方はですね、これ、入力のときは、5プライムの方向から、3プライムの方向に入力しなきゃいけないので、これをひっくり返したような配列を注文する必要があります。誤ってですね、この状態のままですね、入力するとですね、全く別の配列が入力されたことになってしまうので、ご注意ください。でですね、まあ、これ注文後、まあ、すぐにですね、オリゴ届くと思うので、まあ、この BPI-1 による遷延酵素処理とライゲーションの反応をですね、まあ、ご自分のラボでやられて、プラスミドを伝えるといいかと思います。まあ、あとですね、ちょっと言い忘れましたけども、まあ、その際には、この AddG のプラスミドが必要になりますので、まあ、これも事前に購入する必要があります。で、クリスパーダイレクトを使った説明は以上となります。また関連ツールとしてはですね、コスミドとかキャストファインダーといったツールがあります。まあ、こういうツールもターゲットの検索の上では結構優秀なので、まあ、これらも使ってやっていただけるといいかと思います。
で、次にですね、まあ、クリスパーダイクの他にも、まあ、いくつかツールがあるので、まあ、他のツールも紹介したいと思います。まあ、こちらはクリスパーオアですね。ちょっと発音が合ってるかどうか分かんないんですけども、クリスパーオア、クリスパーオアですかね。クリスパーオアって私は言っています。これはですね、標的の検索だけでなく、そのオフターゲットの検索から、プライマー設計、またこのオリゴの設計までもですね、行ってくれるツールとなっています。これがそのサイトの、画面となっています。で、これが検索結果で、標的候補のマップ、そして、ヒットした標的候補の一覧表、そしてですね、まあ、オリゴの標的の情報とか、そういうものもこういうふうに表示されるようになっています。これは PCR の時の、プライマーですね。PCR ですか、ゲノム編集ターゲットした領域を PCR 増幅して確認するために使うときのプライマーとなっています。別にこれ以外でもいいんですけども、まあ、例えばこういうのがいいんじゃないかっていうふうに提示してくれますので、まあ、ならない方はこれも参考にされるといいのではないかと思います。またですね、オフターゲットのサイトの一覧というのも見まして、またそのところでですね、このオフターゲットプライマーというのをクリックするとですね、オフターゲット領域を PCR で増幅するため の, プライマーもババッとできますので、まあ、これを使えばですね、オフターゲットの解析もすることができます。で、これが途中で出てきた標的候補一覧表の時のですね、各パラメーターの説明なんですけども、まあ、これもですね、後ほどですね、参照していただいたら、まあ、ご参考になるんじゃないかと思います。ですね、まあ、実際にこのクリスパーオアを使ってですね、ノックアウトのための標的を設計してみたいと思います。まず、まあ、今回も標的と同じように MYOG のものを標的としているので、まあ、MYOG と名前を入力します。まあ、これオプショナルって書いてあるので、必須ではありません。でですね、検索配列を入力します。これもですね、先ほどと同じような感じで、こうやってコピーしてですね、ペーストでですね、入力して、で、次のステップ2で、ゲノム配列をですね、指定します。まあ、今回もですね、GRC-H38 をですね、指定します。CRISPR-OR はですね、一応スニップデータベースも同時に見てくれるようになっていて、今回の場合は DB スニップを、データベーススニップをですね、指定しています。また、すみません。ごクリックしちゃいました。でですね、ちょっと太った。大丈夫です。ステップ3でですね、パム配列を指定します。で、一般的な、CRISPR-Cas9 の場合は、まあ、SP-Cas9 をよく使うことがあるので、まあ、今回は NGG としています。でですね、入力できたらですね、サブミットをしてですね、結果が出るまで待ちます。まあ、時々ですね、ちょっと若干長い時もあるので、まあ、気長に待っていただければと思っています。で、結果ですね、こういう標的のリストがですね、特別性が高い順に並べられて表示されてきます。でですね、まあ、この中でですね、適したターゲットを選ぶんですけども、今回の場合はオフターゲットだけでなく、他の指標もですね、参照しながら選びたいと思います。でですね、今回の場合は、この3つの指標を3つの指標で絞り込みました。でですね、まず最初はですね、特異性の指標ですね、この2つの値がですね、90を上回るものがいいかと思います。まあ、これはMIT スペシフィティスコアと CFD スペシフィティスコアの2つなんですけども、まあ計算手法は違っているんですけども、まあ、どちらもですね、まあ、ある程度信頼はできるかなというような指標なので、まあ、2つともですね、90を超えているものがを選ぶようにした方がいいかと思います。でですね、次にですね、筆談化成ですね。まあ、筆談化成とかに関してもですね、ある程度予測はできるので、まあ、そういった値も出されています。ただ、この値に関してはですね、高いものを選ぶというよりは、低いものを避けるというような選び方をした方がいいかと思います。まあ、というのはですね、
それほど高いようなターゲットでなくてもですね、実際にターゲティングを決めると結構高かったっていうケースがあるので、あまりここは高さを求めずに、むしろ低い、活性がおそらくなさそう、あまりなさそうというようなものをですね、ちょっと見つけて、まあ、これは避けようというふうにした方がいいかと思います。まあ、今回の場合はこの一番上のやつだそうですね。この、電気16と、そして、モーマテオスの2つの指標に関してですね、まあ、どちらも25を下回らないような指標をですね、選ぶようにした方がいいかと思います。またフレームシフトの起こりやすさっていうのもですね、ある程度予測されているので、まあ、この値に関してもですね、60を埋まるものを見た方がいいかと、いいと思います。まあ、これもそれぞれ計算手法の違う値があって、アウトオブフレーム、確かアウトオブフレーム、ただフルネームはアウトオブフレームスコアっていうんですかね、とリンデルのスコアっていうのがあるんですけども、この2つがですね、60以上というものがですね、選んだ方がいいかなというふうに思います。で、今回の場合はですね、その3つの条件を満たすものとしては、この ACC ですと、TCGAAC というやつですね、まあ、この2つのものが選ばれてきます。まあ、どちらも高いので、どちらでもいいんですけども、まあ、今回はですね、この ACC、ACC の方をですね、選んでみたいと思います。でですね、選んだ標的に対してですね、このクローニングスラッシュ PCR プライマーというのをクリックするとですね、それを実際にですね、ベクターで発芽するために必要なですね、オリゴノクレオチドとか、そういったものをですね、提示してくれます。このツールのいいところはですね、これ見てわかるように、T7 で発現する場合、プラスに発現する場合とか、あるいは U6 で発現する場合とか、こういろいろな実験パターンに応じたですね、プロトコルが書いてあるんですね。なんでですね、非常にいろんな実験をしやすい、いろんな実験のための情報を得やすいものとなっていて、非常に親切なものとなっています。まあ、今回はですね、まあ、U6 用の発現ベクターを作りたいので、まあ、この U6 Expression from AdGene Plasmid という方をクリックしてですね、まあ、その場所に移ります。で、今回の場合は、まあ、同じくですね、PX330U6、キメリック BBCBHSPCas9 Plasmid というのがありますので、まあ、これをですね、これで発現するための、オリゴノクレオチドを出力させます。ですね、まあ、このツールはですね、ベクターをちゃんと指定できるようになっていて、まあ、アドジンにあるベクター限定なんですけども、このようにですね、こういうやつがありますので、まあ、これをですね、クリックすればですね、まあ、それ用のですね、設計にしたものがこうやって表示されてきます。でですね、で、まあ、2種類あるんですけども、このプライマー4、GN20 ガイドと、そしてプライマー4、GN19 ガイド、この2つがあるんですけども、これはですね、私、プロトスペースの長さの方を示しているんですけども、私はですね、基本的には GN20 の方で設計しています。まあ、この19の方を使っていただいてもいいんですけども、まあ、まあ、特性を防ぐ上ではこっちの方がいいのかなっていうふうに思うこともあって、私はこっちの方で行っています。ですね、まあ、このプライマー4、GN20 の方をですね、コピーしてですね、まあ、それをですね、ファスマックへ注文します。で、注文したら、そういうオリゴノクレオチドが届いて、まあ、それを組み込むための実験を行っていくわけなんですけども、まあ、この実験に関してはですね、まあ、いろんな参考資料などを見ていただいてもいいんですけども、このサイトですね、下の方にクリックヒアっていうのがあって、まあ、それを作るためのプロトコルがですね、ちゃんと用意されていてですね、こういうふうにですね、こういうふうなものが、見えるようになっています。まあ、これを
使って、これを頼りにですね、実際にですね、実験を行っていただいてもいいかと思います。またですね、参考文献としても挙げているように、まあ、そういう、こういうプロトコルに関しては、論文でも上がってますし、またですね、まあ、ファンジャンのラボのクリスパープラスミドっていうサイトにですね、載っていますし、またですね、日本語文献としては、これは書籍なんですけども、まあ、そういった組み込みの、プロトコルから、またですね、トランスフェクションとか、まあ、そういった、細胞導入までのですね、プロトコルとか、まあ、いろんなプロトコルが詰まったようなですね、書籍もですね、出ていますので、まあ、ご興味があれば、こちらも参照してみてください。で、まあ、で、ここまでで、クリスパー1の方の説明は終わりとなります。まあ、関連ツールとして、チョップチョップというツールもありまして、まあ、こちらもですね、結構投稿できる情報を参照しながらできるようなツールとなっています。結構見やすい、結構なんか見やすいので、結構初心者の方にとっては結構とっつきやすいものなんじゃないかなというふうに思います。で次にですね、CRISPR-Cas9 を使ったノックアウト結果の予測というのを説明していきたいと思います。まずですね、DSV による変異導入についてちょっとお話ししたいんですけども、この CRISPR-Cas9 やターレンといったゲノム編集ツールでは、まあ、DNA に放射切断、DSV を引き起こして、その検証の修復の結果発生するフレームシフトによってノックアウトを達成するというのが手順となっています。評価指摘にはですね、この変異導入の変異というのはランダムというふうに説明されることがしばしばあるんですけども、実際にはですね、ある程度傾向があることが知られています。まあ、特にですね、よくあるのがですね、切断末端間にあるような相同配列同士がつながるような形質変異パターンですね。まあ、こうしたものはですね、まあ、MMEJ とか SSA とか、まあ、そういったふうに言われているような修復経路でですね、修復されることが知られています。まあ、ゲノム編集の世界では、SS はもう呼ばずに、もう単純に MMEJ って呼んでしまっている場合もあるんですけども、まあ、こういうふうにですね、MMEJ を使ってですね、ランダムでなく、ある程度指向的に形質変異を導入することが可能です。またですね、まあ、CRISPR-Cas9 の場合においてはですね、切断面が CC になっていると、1塩基形質により C 塩基になったり、またですね、パム側でない方の配列が T である場合はですね、TT に代わるリピート型の挿入が発生する場合がよく知られています。まあ、このようなですね、変異パターンを集約してですね、予測するツールというのが出ていますので、まあ、今回はですね、まあ、これを使って、2つの標的があったときに、どっちを使うのがいいんだろうということをですね、説明していきたいと思います。まず最初にですね、紹介するのが、マイクロホモジープレディクターと呼ばれているものです。こちらはですね、DSV によって記録される MMEJ による形質変異パターンを予測するツールです。まあ、だからこの、こっちの方ですね、まあ、けど形質変異のみを予測するものとなっています。で、これがトップページになっていて、これが入力画面。でですね、これは検索結果になっていて、まあ、この青い文字をクリックすると、まあ、このようにですね、予測される変異パターンがですね、ずらーっと表示されるようになっています。で、まあ、この見方に関してはですね、まあ、簡単なのでちょっと説明するんですけども、マイクロホモジースコアっていうのは、トータルでの MMEJ の起こりやすさを示していて、アウトオブフレームスコアっていうのはですね、MMEJ による、ケース変異の中でも、フレームヒルト変異のあるパターンの起こりやすさを示しています。またですね、このマイクロホモロジーっていうのはですね、実際にこのスタメン同士でアリニングした不相同配列ですね、その配列が何かっていうやつと、またですね、デリーションレングスは、その長さですね、形質の長さと、そしてですね、パターンスコアは、その起こりやすさをスコア化したものとなっています。で実際にですね、先ほど言いましたように、2つの標的があったときにですね、どちらが良いかということを調べてみたいと思います。でですね、まあ、この最初の標的は ACC-ACC というやつで、まあ、ピンク色で示したこの標的となっています。で、2番目の標的は TCG-AAC というもので、この緑色で示された標的となっています。まあ、この2つでどっちがいいかということをですね、調べてみたいと思います。まずですね、マイクロホモロジープレディクターに来ている際はですね、入力配列のちょうど真ん中にその切断サイトが来る必要があります。なのでですね、まず、CRISPR-Cas9 の SP-Cas9 を使う場合はですね、スタンサイトは、パム配列から、パム配列の5ダッシュ末端から3塩基上流というふうに言われていますので、
この部分が中心になるように、左40ベース、右40ベースの配列をちゃんと情報収集してですね、入力する必要があります。まあ、この配列の収集に関しては、スナップジーンを使うと便利かと思います。まず、スナップジーンでこういうことをする場合はですね、まず初めにですね、出願域をですね、ちゃんとフィーチャリング、フィーチャーしておく方が間違いがないかなというふうに思います。まず最初にですね、このスナップジーンビュアで、まあ、標的配列をこうやってドラッグしてですね、だいたいこういう配列なんだということを捉えて、で、このパムの配列から、3域上流はどこだということを言います。まあ、そうすると、この部分であることが分かるので、そこをクリックして、こういうふうに印をつけてですね、で、次に、フィーチャーのアドクリビューサイトから、こういうふうに、アドクリビューサイトのウィンドウを開きます。で、どのフィーチャーにこの、切断マークの切断点の印をつけたいかっていうふうに聞かれるので、このクリスパーキャスナイン標的のプロスペーサー部分のナンバーワンというふうに答えて、OK をします。まあ、そうしますと、これが出る、こういうふうな画面が出るので、まあ、これをそのまま OK を押すとですね、まあ、このようにですね、ちゃんとですね、この、プロトスペーサー部分の、このちゃんと切断点の部分にですね、矢印のマークがついて、ここが切断点なんだよっていうことがですね、明確に分かるようになります。まあ、これを印をもとにですね、左側40ベースをですね、レフトリバレンスというふうに名前をつけて、左側40ベースの部分をですね、印をつけます。で、同様にですね、ここに、右側40ベースをですね、ドラッグして、ライトフィーチャーっていうふうにですね、フィーチャーをつけてですね、これも登録します。まあ、そうするとですね、レフトフィーチャー、ライトフィーチャー、レフトリファレンス、ライトリファレンスというふうに印がつくので、まあ、これでですね、入力配列が完成します。まあ、同じようにですね、クリスパーキャスナイン標的のナンバー2に関してもですね、同様の標的同様に、まあ、出願サイトをですね、ちゃんと登録して、で、左側40ベース、右側40ベースを登録して、ちゃんと印をつけておくといいかと思います。まあ、これしなくてもですね、別に、前後40ベースを取るぐらいならできるんですけども、後で見返したときに、本当に混入力だったっけっていうふうになってしまうときとかあるので、こういう後はですね、ちゃんと残すようにですね、した方がいいかと思います。でですね、この、レフトリファレンスとライトリファレンスの配列をですね、まとめて、コピーしてですね、まあ、この入力配列に入力します。で、まあ、最初にこの ACC の配列の入力配列を、これを入力していきます。で、次にですね、まあ、次の標的の入力配列を入れるんですけども、まあ、これ見てみると、1つしか入力フォームがないので、ここに Add があるので、この Add をクリックするとですね、入力フォームが追加されるので、まあ、その追加されたところにですね、これをまた追加してですね、入力します。そうして、サブミットをクリックします。そうするとですね、お互いの配列に対して評価した結果が表示されます。ですね、まあ、指標としてはですね、大体フレーム、アウトオブフレームスコアがですね、この66以上であればですね、よってノックアウト標的としては問題ないんじゃないかっていうふうに言われています。まあ、今回のケースではどちらの場合もその条件を満たしているので、まあ、結論としてはどちらもいいかもしれないんですけども、まあ、より詳しく見てみたいと思います。まずですね、この前者の方の配列の標的をクリックすると、予測される MMEG の形質パターンが表示されます。で、これを見てみると、トップ で、この順番はですね、起こりやすさ順に表示されているので、一番起こりやすい形質はこのパターンということが分かります。で、このパターンは、QA 形質で、ということで、まあ、いわゆるフレーム E の変異ですね。なんで、フレームシフトを狙ったノックアウトには適さないようなパターンになっています。で、その一方で、この後者の方のパターンを見てみるとですね、この下に行って、これ見てみると、一番起こりやすいのが、7塩基の形質。で、次は10塩基、次は16塩基、8塩基、8塩基、25塩基、14塩基、19塩基というふうにですね、まあ、トップ8の変異パターンすべてがですね、フレームシフト型なので、
フレームシフトを起こすならば、おそらくこっちの方がいいんじゃないかっていうふうに考えられます。なので、結果的には、この後者の方のターゲットを選ぶ方が、フレームシフトの標的としては適切ということで、後者の方が、結果的には選ばれます。まあ、もちろんですね、この補足ですけども、まあ、標的選定は、ヘリンパターンだけじゃなくて、オフターゲットリストとか、あるいは、まあ、そういったいろんな他の資料も含めてですね、総合的に判断するのは理想的です。なので、今回のようにですね、アウトオブフレームのスコアがですね、66以上だという場合はですね、オフターゲットの率や、またですね、次に評価紹介する、インテルファイのような別ツールでの判定結果をですね、判断材料にしてもいいかと思います。まあ、このあたりは、各自に判断していただければいい部分かと思います。でですね、次にインテルファイについても説明していきたいと思います。まあ、このインテルファイもですね、ヘリンパターンを予測するツールなんですけども、マイクロホモロジープロディクターと違う点としてはですね、この液塩基挿入もですね、予測できるんですね。なんで、より幅広い予測が可能となっています。でこれがそのトップ画面で、入力画面、そして、まあ、その予測される変異のアライメント、またですね、そのヒストグラム、変異のヒストグラムですね。で、過去データとの比較みたいなものもあります。まあ、これ予測結果の評価っていうふうに読み替えてもいいんですけども、この一番上の値が高いとですね、モザイク性が低いターゲットというふうに言えます。つまり、ミスマッチないターゲティングするとですね、これが高いような標的に関しては、まあ、数種類の、まあ、限られたパターンのですね、変異パターンしか見つからないというふうなものになります。まあ、こうしたターゲットの方がですね、クローンとかを取る際に非常になりやすいので、まあ、こういうのは好ましい場合もあると思います。まあ、あと、インビボでやる場合は結構重要なんじゃないかと思います。で、またですね、この真ん中のやつは、マイクロホモロジーレングスで、これは、MMEJ の起こりやすさですね。まあ、こういったもの。またですね、フレームシフトフリクエンシーに関しては、まあ、これはフレームシフトの起こりやすさを示しています。で、まあ、このそれぞれの結果に対して、ティピカルとかローとかハイとかそういうふうに判定が出るので、まあ、この結果を見ながら、どういう特徴を持つようなターゲットなのかということを、まあ、応用層を見つくろうことができます。で、他の、で、さあ、そこのページからさらに下に行くと、まあ、変異パターンの一覧みたいなものが表示されますので、まあ、この結果をですね、ダウンロードして、まあ、より詳しく解析することもできます。で、これはさっき説明した、部分の説明ですね。ですね、このインテルファイを使って、また改めて、このピンクの標的、ピンクの標的、緑色の標的、それぞれがどちらがノックアウトに適しているかということを、調べてみたいと思います。まずですね、まあ、最初の部分はですね、基本的にマイクロホモロジープレディクターと同じです。切断面から前後40ベースをですね、取り出すことを行います。なので、この部分をですね、スキップします。内容も完全に同じなんで。で、スキップして、ちょっと待ってくださいね。で、結果ですね、まあ、こういうふうに、レフトリファレンス、ライトリファレンスっていうふうに、このフィーチャーがついたのでですね、これを入力していきます。で、インデルファインの場合はですね、3面、を境界として、左側、右側っていうふうにですね、個別に入力するようになっていますので、左側にはレフトリファレンス、右側にはライトリファレンスを入力していきます。で、マイクロホモロジープロディクターのように、複数の標的をアドみたいなのつけて評価するってことは、まあ、通常モードだとできないので、まあ、地味にですね、こう入力してやっていく形が、まあ、まあ、2標的だけの場合は、この方法が一番いいかなというふうに思います。で、配列を入力したら、次はファム配列をしています。指定します。で、ファム配列は NGE にしておきます。でですね、次に細胞株を選択します。で、これはご自身が使われている細胞株をクリックします。で今回はですね、ゲノム編集の基礎開発でよく使われている293細胞株を選択します。でですね、そうすると、しばらく、予測中みたいな表示になって、結果ですね、まあ、こういうふうな結果が返ってきます。で、これを見ますとですね、前者、ピンク色のターゲットの場合はですね、
ハイプリサイションで、プリサイションスコアが 0.848 というふうになっています。で、フレームシュートスコアが 72.9 で、ティピカルという評価になって、なっています。でですね、まあ、これを見ると、ハイってなっているので、もうおそらくこれはターゲティングしたときにモザイク度が低いものとなっています。一方で、この後者の緑色の標的に関してはですね、プリサイションスコアが 0.37、そしてティピカルで、フレームヒットスコアが 85.3 ということで、フレームヒットはハイになっています。この結果を見るとですね、どちらもですね、極端な値は違いがないんですけども、どちらかといえばですね、この前者のピンクの標的は、モザイク度が低くて、なおかつ一方ですね、後者の緑色の標的に関してはですね、フレームシフトが高いというふうに言えます。比率が高いというふうに言えます。で、変異パターンをちょっと見てみます。前者の方のピンク色の標的に関してはですね、GNP インサーションが一番起こりやすくて、2番目が先ほども出たようなインフレーム型の変異が 20% で起こりやすいというふうに出ています。その一方で、後者の方はですね、GNP インサーションが 12% で、7ベースペアのデリーションが 10% というふうにですね、まあ、ちょっとこっちの場合よりも最高値が、最大値が低めな感じで出ています。でですね、まあ、この情報からどちらの標的を選ぶ方が良いかということに関してなんですけども、まあ、これは実験の目的によります。例えば、一年期挿入したフレームシートの変異のクローン株を数個取得したいという場合では、この前者の方がですね、20% の確率で取りやすいので、こちらの方を選んだ方がですね、いいかと思います。モザイク度も低いので。一方で、一方でですね、変異パターンにこだわらず、フレームシフトの細胞、フレームシフトをした細胞株をより多く得たいという場合はですね、後者のターゲットの方が向いているんじゃないかと思います。まあ、これはもちろんあまりまとまったクローン集団みたいなのはないと思うんですけども、まあフレームシフトを起こしているような変異パターンが大量に出ますので、まあ、これを使えばですね、フレームシフトを起こした細胞がですね、大量にやられるんではないかと思います。まあ、こういうふうにですね、目的に応じて、こっちがそうだ、こっちがそうだっていう話ができるので、まあ、このインディデファイもですね、活用いただければと思っています。ただ、一つ注意点なんですけども、この指標ではですね、そもそも変異導入率とか、あるいはオフターゲットの高という点に関してはですね、あまりケアで、ちゃんとケアできていないので、それに関しては別途調べる必要があります。変異導入率に関してはですね、まあ、クリスパーオアであったように、予測スタン効率をですね、見てもらってもいいんですけども、余裕があればですね、このヘックに、293という細胞を持っていて、まあ、標的のを発現するベクターがあるのならば、まあ、実際にですね、実験してみて、HMA アッセイ、まあ、これは標的配列を、標的配列のゲノムをですね、PCR 増幅して、電気経路で流して、ちゃんとゲノム編集が起こっているかどうかを確認する手法なんですけども、こういった手法を試したりですね、またタイト解析、これは後ほど説明するんですけども、PCR の PCR、その編集したゲノムの、ゲノムをジノミック PCR して、それをダイレクトシーケンスとしたデータをですね、解析してみてですね、どれくらい変異が起こっているかということを見繕ってですね、見るといいのではないかと思います。まあ、そういったことをすることによってですね、まあ、全細胞のうち、どれほどの変異が導入されて、そして導入された変異が導入された細胞のうち、何パーセントが、どういう変異を持っているかということに関してもですね、概算することができます。まあ、こういった情報はですね、例えば、特定のクローン株を得たくて、限界釈放みたいな感じでですね、実験した際にですね、まあ、どれだけの量で実験していけばいいかということに関しても、ある程度、目処がつくので、まあ、そういったですね、使い方をすることができるのではないかと思います。あとですね、今回紹介したマイクロホモジープリディクターとインディデファイの使い分けと両数の注意点について簡単に紹介したいと思います。マイクロホモジープリディクターとインディデファイの使い分けに関してはですね、どちらもパターン予測なので、
よくわからあのどちらがいいのかよくわからないという方もあるんじゃないかと思うんですけども、例えばですね、293細胞の場合はですね、インデルファンの予測はかなり正確であることが示されています。なので、293細胞とかを使う場合はですね、インデルファンを使う方がおすすめです。しかし、インデルファンはですね、これは実は機械学習ベースのツールとなっているので、学習に使わなかった、293細胞以外の細胞、例えば、まあ、初代培養細胞とか、あるいは、インビポでの、ゲノム編集とか、まあ、そういったものでですね、ちゃんと予測できるかどうかについてはですね、ちょっと不明です。もちろんですね、まあ、今後詳細な検証されていくと思うんですけども、哺乳類以外の培養細胞学とか、また初代培養細胞とか、またインビポでのゲノム編集の場合はですね、マイクロホモロジープレディクターの値もですね、まあ、参考にしていくといいかと思います。またですね、マイクロホモロジープレディクターはターレンやジンクフィミカにも、ジンクフィミカヌクレアーゼに対応しているので、ターレンやジンクフィミカヌクレアーゼを扱う場合にはですね、マイクロホモロジープレディクターの方を利用するべきかと思います。で、もう一つ、この変異パターン予測ツールでの注意点としてなんですけども、このツールはですね、変異導入による特性のバイアスは考慮されてはいません。なのでですね、遺伝子によってはフレームシフトを起こしたときに細胞の増殖とか製造に影響を与えて、そういったクローンはどんどん減弱していくということが考えられるんですけども、まあ、そういった影響はですね、予測できていないので、ちょっと注意点は必要、そこは注意する必要があります。まあ、これに関してはですね、まあ、あらかじめですね、ゲノム編集したときにですね、いや予備実験として、まあ、短期的にそういう変異の解析をしてみてですね、ちゃんとですね、フレームシフトの変異が発生するような、ターゲティング、標的なのかということをですね、確認するようにした方がいいかと思います。まあ、この確認はですね、細胞集団をサブクローニングしたりですね、あるいは態度解析などをすることによってですね、検証できるので、まあ、それをしていただければいいのではないかと思います。またですね、こういったエッセンシャルテに関する情報に関してはデータベース上にもヒントがありまして、例えば人の場合だとですね、デブマップっていうのがありまして、これで遺伝子名を検索するとですね、この遺伝子がエッセンシャルかどうかということが調べられるようになっています。なんでですね、まあ、これを活用して、ちゃんとエッセンシャルテについて見つくることが可能です。またですね、マウスに関しても IMPC とかを検索しますと、このように排泄機種かどうかとか、そういう情報が載っていますので、ノックアウトした時に排泄機種になるかどうかとか、まあ、そういう情報が載っていますので、これを確認していただければいいのではないかと思います。またですね、アウメロとかで遺伝子を検索すればですね、そういった類の情報というのは右側にあるものですので、まあ、事前にですね、インターネットを活用して、十分に採取されるといいかと思います。で次に第2章に移りたいと思います。応用的なゲノム編集についてということで、まあゲノム編集できることはですね、DSV によるノックアウトだけではなくて、例えば DSV 導入と同時にですね、ドナーを導入してノックインしたりですね、また、まあ、脱アミノ酵素を使ってですね、ニッカーゼ型、取り付けてですね、まあ、キャスナインに取り付けて、延期期間を発生させるということもできます。またですね、最近ではですね、逆転写酵素を取り付けたクリスパーキャス9を使ってですね、その逆転写酵素で、逆転写酵素 の, 合成能力を使ってですね、機関やインテルを自在に作成して導入するという方法がですね、最近注目されています。また一方でですね、まあ、クリスパーキャス9の一方で、ジンクフィンカヌクレアゼやタレンといったタンパクツールなどもですね、まあ、消去的には注目されています。まあ、これはですね、規制やライセンスの観点から、結構障壁が低いというのがポイントかと思います。まあ、最近作られたジャガイモとか、毒のないジャガイモとか、そういったものは確かターレンで作られたと思うんですけども、まあ、こういったものもですね、十分商用利用とかいう観点に関しては有用ですし、またですね、最近は植物へのゲノム編集とか、植物の葉緑体とかにゲノム編集する際に、このターレンじゃなくて、このテールにデアミナーゼをくっつけたような酵素を使ってターゲティングできたりしているので、まあ、そういった用途でもですね、検討していただけるといいかと思います。
またですね、クリスパーキャスない DNA だけじゃなくて、RNA 編集にも、RNA にも編集できるということが、示されていまして、その代表枠としては、クリスパーキャス、キャス13というのがあります。まあ、これを使ってですね、まあ、RNA よりも、より特異的なノックダウンをすることができます。まあ、今回ですね、まあ、これらのツールに関してですね、簡単に紹介していければと思います。まあ、ただ、時間もあまりない状況なの なので、まあ、簡単に紹介するのみにさせていただきたいと思います。まず最初に CRISPR-Cas9 によるノックイン設計するですね。CRISPR-Cas9 のノックインに関しては、まあ、従来通りですね、HR を使ったものもあるんですけども、それ以外にもですね、HDR とか MMEJ とか NATJ といったものを誘導するようなゾナー、ノックインというのもあります。まあ、こうした場合はですね、ドナーは直鎖化したようなドナーを使っていまして、表力使用経路に応じた長さのホモロジーダウンを出せておくことで導入することができます。まあ、今回の場合は、今回のツールの場合は MMEJ を使ったノックインの設計を支援するビューティーデザイナーを紹介するんですけども、まあ、このツールに関しては、MMEJ を誘導するような20から40ベースほどの相当配列をですね、取り付けるだけで、ドナーの作成ができるので、PCR によるアダプターの負荷のみでドナーを作成できます。なので、実際に、まあ、その最初の生物のゲノムからですね、PCR とかで増幅して取り出すということはしなくていいので、まあ、ちょっとお手軽な方法となっています。で、いろんな生物に対して有効であることが示されていますので、ぜひとも検討していただくと、いいのではないかと思います。まあ、これがそのツールの画面ですね。まあ、こういうふうにインタラクティブに設計できるようになっていますので、ご活用いただければと思っています。で、これが下以下入力例ですね。まあ、今回のこの第2章以降では、実際にやり方を説明するわけではなくて、まあ、このように入力例を示しておいて、まあ、後ほどですね、皆さんで試していただくという形にしたいと思っております。で、次にベースリーダーの設計するですね。で、ベースエディティング、まあ、先ほど説明したように、雑アミノ化酵素をですね、ニッカーゼ型キャスナインにくっつけて、行うようなツールをくっつけて、ターゲティングして、その標的サイトの延期期間を狙うというようなツールなんですけども、このツールに関しては2種類のツールが知られていて、1つは、ヒトシンをチミに変換するヒトシン型ベースエディター、そして、アデニンをグアニンに変換するアデニン型ベースエディターが2種類あります。でですね、まあ、それぞれの、それぞれのベースエディターがあるんですけども、まあ、これらはですね、両方ともニッカーゼ型結合したゲノムの特定の範囲だけをですね、だけに対してだけ作用して、蒸気のような期間を行います。で、この特定の範囲っていうのはウィンドウというふうに呼ばれていまして、まあ、これはベースエディターの種類によって違っています。なので、実際に設計する際は、まあ、こうしたベースエディターの、ウィンドウを参照しながら、どれがいいかどれがいいかってことをする必要があるんですけども、まあ、それは非常に忙しい作業ではあるので、まあ、こういうふうにですね、まあ、B デザイナーというふうに簡単にですね、まあ、そういったデザインができるようなツールもですね、開発されています。なので、ベースエディターで設計される方は、ベースエディティングを設計する方はですね、まあ、これも利用していただければと思っています。で、次のツールなんですけども、これはベースエディターによる延期編集予測ツールですね。ベースエディター、もちろん結合したサイトに帰還を起こすことはできるんですけども、この帰還はですね、実は必ずしも 100% 非公的に行えるものではないですね。例えば、結合した周辺にですね、例えばこの左側の C を T に変換したい、するために狙ったとしてもですね、隣にですね、C があれば、まあ、それもですね、同時に変換してしまう可能性が高くなります。なんでですね、実際に設計するときはですね、まあ、そういった余計な変異が生じないような場所をですね、狙いながら、それなおかつクリスパーキャスナインのパム配列が合うような場所をですね、選んで設計するということになると思うんですけども、まあ、これは結構、神経を使う作業になるので、あまり結構慣れない人にとっては大変な作業になるんじゃないかと思います。なんでですね、ビハイブっていうサイトが用意されていて、まあ、このサイトはですね、まあ、ベースレーティングのデータを大量に収集して、まあ、それを、その期間パターンをですね、事前に予測するツール
となっています。これによってですね、まあ、入力した標的に関してですね、まあ、どういった変異が発生しやすいか、この T だけ起こす変異はどのパーセントかということをですね、予測することが可能となっています。まあ、これを使うとですね、まあ、なるべくミスのない延期期間ができるのではないかと思います。で次にプライムエディターですね。先ほど説明したように、逆転写酵素を利用したゲノム編集手法として、プライムエディティングという手法が出ているんですけども、この手法はですね、ガイド RNA の中にですね、逆転写テンプレートっていうRNA配列とですね、また逆転写酵素が足場として使うようなプライマー結合サイトっていうRNA をですね、持たせておいて、それでガイド RNA の RNA を逆転写テンプレートとして逆転写酵素が認識して、それをもとに逆転写酵素が合成して、その合成したものがゲノム内に組み込まれるというものになっていて、ちょっと複雑なんですけども、まあ、こうした手法がですね、最近は出ています。まあ、この手法ですね、非常に想像以上に効率が高くて、かなり驚異的な手法なんですけども、その一方でですね、設計のさらにはですね、CRISPR-Cas9 がそのゲノム標的にターゲティングするためのプロトスペーサーハリスと、そしてなおかつ、逆転写テンプレート、そしてプライマー結合サイト、そしてですね、効率を上げるためにリッコギルってこともしてるんですけども、このためのプロトスペーサーハリスというのもですね、設計する必要があって、だから通常の CRISPR-Cas9 の設計の手間を1とすると、4倍の手間が必要なんですよね。なんで、そういう面では非常に厄介、複雑なツールとなっています。なんでですね、まあ、そういった複雑性を解消するためにですね、まあ、これ、プライムデザインというツールが出ていまして、まあ、これを使えばですね、まあ、こういった、プロトスペーサーの配列の設計のみならずですね、逆転写テンプレートや、プライマー結合サイト、またですね、ニック導入用のプロトスペーサー配列を自動で設計してくれるようになっています。まあ、これを使えばですね、プライムエディターの複雑性というのは解消されて、まあ、簡単にですね、設計できるのではないかと思います。まあ、これもぜひお試しください。また、ターレによるですね、タグ、ノックアウト設計ツールというのもですね、公開されています。ターレの場合はですね、CRISPR-Cas9 の場合は、CRISPR-Cas9 の場合と違って、タンパク質と DNA の結合になっているので、あまり直感的ではない部分があるんですけども、まあ、これをうまく設計するためのですね、するというのも開発されているので、まあ、ここにですね、配列を入力してですね、まあ、サーミットすればですね、ちゃんとそういう、そのためにどういうタレを使えばいいかっていう、設計結果が出るので、まあ、これを活用していただければと思っています。まあ、ちなみにですね、日本語でもですね、この設計プロトコルに関してはですね、東野大学が公開しているので、合わせてご参照いただければ、ターレンの構築も、ラボ内でできるのではないかと思います。次に Cas13 による RNA 編集ツールですね。RNA 編集設計ツールですね。CRISPR-Cas13 は、一本差 RNA に対して、配列特異的な結合をすることができて、切断を行うことができます。なんで、注目すべき点としては、RNAi 以上のですね、特性を持っていて、ノックダウンでは非常に優秀であることが示されています。しかしですね、その有効性というのは、標的によってですね、やや異なるということも知られていまして、まあ、それをですね、事前に予測するためのツールが、このツールとなっています。まあ、このツールではですね、まあ、このようにですね、トランスクリプトの ID を入力すればですね、そのトランスクリプト内で、どの標的がですね、ターゲティングしやすいか、しにくいかということをですね、表示してくれますので、まあ、これを頼りにですね、設計を行うことは可能です。で、入力例はいろいろありまして、オリジナルの配列を評価する場合は、まあ、実際にですね、配列を持参してですね、入力すれば評価してくれますし、まあ、こういうふうにですね、マップとして表示してもらいたいならば、こういうふうなヒューマンを選択して、まあ、ジーンシンボルか、あるいは、トランスクリプトの ID をですね、入力すればですね、こういうふうなマップを表示してくれます。また最近はですね、まあ、コロナで非常に大変な事態になっているんですけども、もうこのコロナの元である、まあ、SARS-CoV-2 とか、まあ、RNA ウイルスに対してですね、ちゃんと CRISPR-Cas13 でターゲティングするためのものもですね、用意されていますので、まあ、これを使ってですね、
例えば S スタンプをこういうことでするキャスターピンとかをですね、設計することも可能となっています。興味ある方はやってみてください。次にですね、参加シーケンスを使った変異分析ツールについて紹介します。これはですね、参加シーケンスっていうのは、やられる方は分かると思うんですけども、基本的にですね、生み出せる配列は1種類とされているんですけども、このツールではですね、細胞集団に対して一斉にゲノム編集を行ったサンプル、いわゆるポピュレーションゲノムサンプルをですね、PCR 増幅して、それをダイレクトに読んだ配列をですね、分解して、全体の中でですね、どれほどの変異があるかということを概算するツールとなっています。これが大量解析ツールなんですけども、このツールを使うことによってですね、従来のようにジノタイピングのためにですね、サブクローニングを行ってやるということはしなくてよくて、大量のみでですね、どういう変異パターンがあるかということを見ることができます。もちろん、基幹配列とか、より複雑な変異導入をした場合はですね、タイトじゃ対処できないので、サブクローニングをする必要があるんですけども、一般的に CRISPR-Cas9 でノックアウトとか導入する、ノックアウトのようなフレームシフトを導入するようなタイプの編集を行った場合はですね、タイトとかで見てもらうと、非常に簡単に解析できるので、試していただけるといいかと思います。結構、初めて聞いた人にとっては割とトンデム手法のように見えるんですけども、割と最近ではネイチャーとかに出るような論文でも変異解析結果としてこの態度解析の結果を出してきていますので、信頼性の低いようなツールではないように考えられています。でですね、態度解析する場合にはですね、そのガイドの配列とですね、そしてコントロールのサンプル、これは野生型のサンプルですね、ゲノム編集する領域の領域に関して野生型の配列を読んだ時の ABI 配列ですね、 AB1 配列を入力して、でテストのところではですね、実際にゲノム編集した細胞集団をダイレクトシーケンスした配列をですね入力すると、この2つのデータがあれば解析することができるので、試してみていただけるといいかと思います。で、アンプリコーシーケンシングで、次にですね、変異分析の流れでですね、アンプリコーシーケンスを使った変異分析ツールについても紹介します。次にで、プレーションサンプルを解析する手法としてはですね、アレルベースで解析できるようですね、アンプリコーシーケンスがですね、一番高解像度な手法として考えられています。で、従来のアンプリコンシーケンスの解析っていうのは、いわゆるマッピングを使ってですね、変異検出などをする方法が、一般的、今も一般的かと思うんですけども、ただこうした解析はですね、必ずしも、ゲノム編集を前提としているようなデータ形式になっていなかったり、またですね、その解析自体にもですね、バイオインフォの知識をある程度要するので、ちょっとウェットだけをやってる人にとってはですね、扱いづらいようなものとなっています。なのでですね、今回のツールのように、ゲノム編集の解析に特化したようなですね、アンプリコンシーケンス解析ツールが発表されています。これがその CRISPR-Cas9 というサイトなんですけども、このサイトではですね、シーケンスファイルを入力して、でそしてですね、シーケンスに使ったアンプリコンシーケンス、PCR 配列ですね、PCR 増幅した配列をですね、入力すればですね、変異分析をしてくれますので、これを使ってですね、アンプリコンシーケンス解析を行うことができます。で、いろんな入力パターンに対応しています。例えば NTJ、これは、ノックアウトですね。ノックアウトの場合の解析とか、またですね、ベースエディターは、これはベースエディティングですね。ベースエディティングの場合とか、HDR、これはノックインですね。カセットをノックインした場合の解析、またですね、プライムエディティング、これはプライムエディティングをした場合の解析などですね、いろんなパターンに対応していて、このエグザンプルの再生マークみたいなボタンを押すと、それに対応したデータがデータ入力になりますので、その入力を見てみると、こういうデータ入力、データ入力の仕方をすればいいんだということが分かりますので、非常に分かりやすい構成となっています。で、しかしたらこれ、例えばこういう感じという感じですね。でですね、一つ、タイドとアンプリコンシーケンスの
比較と、そして注意点について説明したいと思います。タイドとアンプリコンシーケンシングはですね、どちらも変異を定量解析できるという点で似た方法であるんですけども、まあ、違いもいくつかあります。まずですね、タイドに関してはですね、タイドは実はアンプリコンシーケンスで検出できる変異パターンと相関があってコストも安いので、比較で言うとアンプリコンシーケンスの会員版みたいな捉え方をしてもいいと思うんですけども、ただタイド解析はですね、アンプリコンシーケンスの解像度みたいなものがないために、細胞集団の中にある稀な変異パターンみたいなものを検出することはできません。またですね、また挿入とか気管とか、そういった解析を十分に行うことは難しいので、ベースエディティングやまた未期開発のノックリンの解析とかにもですね、不向きです。またですね、タイドの解析、またというか、そうですね、タイドの解析ってなので、タイド解析の、利用シーンとしてはですね、ノックアドリッチに適した、標的の選定、例えば、インデルファインの方で説明したフレームシフトが起こってしまうときに細胞毒性があって、そういったクローンがなくなってしまう可能性があるということを説明したんですけども、そういったチェックをする際にですね、タイド解析は非常に有用かと思います。ゲノム編集したサンプルをですね、短期的にゲノムを回収してですね、その配列を PCR 増幅して、それをですね、タイド解析してみて、ちゃんとですね、このちょっと戻りますけども、フレームシフトしてフレームシフトになるような1ベース2ベース形質とか、そういったものがですね、ちゃんと存在しているかということを確認するとですね、ちゃんとですね、フレームシフトを起こせる標的かどうかということを判定することができるかと思います。例えばこういう解析をして3の倍数の変異パターンしてないっていう場合は、これはおそらくフレームシフトが起こると死んでしまうタイプのものなので、あまりノックアウトの標的としては向いていない、少なくともフレームシフトを使ってノックアウトをしているという戦略はやめた方がいいというふうに考えられます。またですね、他にも単純にですね、ゲノム編集実験系の確認ですね、この標的、この SDRNA を使って本当に形質を起こすことができるのかとか、そういうことを確認するためにも、タイド解析を使うことができます。また一方ですね、アンプリコンシーケンスは、高い解像度やまた未期間配列の挿入の解析ができるようにできるものになっているので、例えばですね、オフターゲットの検出などに向いています。オフターゲットですね、最初の方に説明したように、配列は完全に合致していなくても巻き替えで切ってしまう場合があるんですけども、一応それはなんか、高頻度に起こるわけではないんですね。巻き替えて切断が起きるということなので、結構率としてはですね、 1% か 2% とかそのくらいの率で起こったりします。なんでですね、そういった標的をですね、そういったオフターゲットの変異をですね、検出する上ではですね、解像度が低い対応使うよりかはアンプリコンシーケンスですね、ちゃんと確認するようにした方がいいのではないかと思います。またですね、挿入や気管のプロファーリングもアンプリコンシーケンシングだとできるので、変異パターンの厳密なプロファーリングにも向いているかと思います。もちろんですね、対応解析したものも先ほど説明したように論文用の変異解析データとしてですね、提出することもできますので、予算や実験系、検出したい変異パターン、また安全性の要求度などを考えながら、どちらを行うか判断すると良いかと思います。またですね、注意すべき点としてなんですけども、現状のタイド解析、また NGS によるアンプリコンシーケンス解析というのは、現状大規模インディを検出するのは困難と考えられます。だったらですね、ゲノム編集において数キロベースレベルの結出が起こるケースというのは存在しているので、慎重にですね、実験を行うということであれば、タイド解析、アンプリコンシーケンス解析をするとともにですね、同時に広範囲でのジノミック PCR を実施して、大規模なインデルが頻発していないかを電気系統レベルでもいいので確認してみた方がいいかと思います。特にインビポとかの実験をされる方はこういうケースはあり得るので、ぜひともやっていただけるといいかと思います。で、次に移ります。これはですね、これは UCSC ブラウザに関してなんですけども、 UCSC のジノムエッジブラウザ、多分この講習の
アジャックスのセミナーの中でも結構いろいろ出てきていると思うんですけども、この UCSC のジノブラザーを使ってもですね、クリスパーのターゲットをですね、見ることができます。このクリスパーターゲットってやつをクリックしてアクティベートすると、このようにですね、すごい棒状に表示されてますけども、こういうふうなクリスパーターゲットが表示されます。これ拡大するとですね、ちゃんと配列レベルでアノテーションがついていますので、確認、これを確認することができますので、またですね、予測の出願活性とか、あるいはオフターゲットの評価っていうのも実はされていて、なんで、ここにある情報だけでですね、ある程度、標的の選定というのもですね、十分に可能なものとなっています。なんでですね、ぜひとも、おなじみの UCSC ジノブラザーですけども、もっともっと活用いただければと思っています。で次にですね、ガイド関連のデータベースですね、クリスパー・キャスナインもですね、発表されてもう早9年経とうとしていて、これまでですね、さまざまなゲノム標的で、クリスパー・キャスナインが利用されてきました。こうした過去の実験データはですね、徐々に収集されつつあって、今後はですね、こういったものを参考にですね、標的を選定することができるのではないかと思っています。例えば、過去に研究、こういう標的を設計したんだけど、過去に行われたことがあるかどうかをですね、ここでですね、検索してみて、あればですね、どういう効率で、できたかとかですね、そういったものをですね、確認すると、確実な実験になりやすいと思います。オフターゲットのスコアとか、予測切断活性のスコアとか、いろいろあるんですけども、実際はですね、実験データが一番信用できるので、そういった、DB ガイドとか、そういったものを使ってですね、過去データを参照できるようにした方がいいかと思います。で、次にですね、テンプレートフリーのゲノム編集データベースですね。これはですね、テンプレートフリーってのはどういうことかって、テンプレートフリーってのはどういうことを言ってるかと言いますと、いわゆるドナーとかを使わずにスニップ導入するっていうことを言っていますね。スニップの中にはですね、消し方のスニップみたいなものもありまして、こうしたものはですね、ドナーを、ノックみたいな感じで導入して、形質を入れてもいいんですけども、そうじゃなくって、普通にターゲティングして、形質を起こすっていうことで、こういうふうにして、スニップを再現しても、いけます。でですね、実際ですね、こうスニップになっているものの中にはですね、なんていうか、特定の配列がリピート状にあったものとか、そういったものもあったり、リピート状になったものとか、またリピート配列がつながりあって、消失したものとかありますので、なのでですね、このスニップを、クリスパーキャスナインで、これまで言っているように、MEJ とかを介した指向性のある変異導入を行ってみると、意外とですね、意外に簡単にスニップの形質を再現できたりすることがあります。なんです。でですね、このデータベースではそういった MMEJ とかを使って簡単にですね、スニップの再現が行えそうなデータベースをですね、標的をですね、データベース化したものとなっています。これを使うことによってですね、形質型のスニップを作りたい人にとっては、すごく簡単にですね、標的を選ぶことができるかと思いますので、ぜひともですね、そういった研究をされている方は使ってみていただけるといいかと思います。で、最後に3章に行きます。で3章はですね、ゲノム編集の情報の安全な設計、解析、管理ツールということでですね、ここまでですね、もう本当にたくさんのデータベース、ツールなどをですね、紹介したんですけども、まだまだ実はありまして、もう多分100件以上は超えているかと思います。ただですね、実は現状ですね、ほとんどツールはですね、海外製になっていまして、なんでデータ管理という観点ではですね、ちょっと企業さんにとってはですね、使いづらいという部分はあるかと思います。なんでですね、そういったことも考慮に入ったツールについてですね、このゲノムとゲノムジノムエディティングクラウド、この2種類のツールをですね、紹介したいと思います。まずゲノムに関してなんですけども、このゲノムはですね、クリスパーダイレクトのバックでですね、走っているようなツールになっていまして、このツールはですね、オフターゲットの検索が可能なツールとなっています。ゲノム内のオフターゲットの検索が可能なツールとなっています。ただです、でですね、いいところはですね、検索上の制約はあまりなくてですね、
なので、一般的なクリスパー・キャス9の20ベース、まあ、パムを含めると23ベースだけではなくて、もっと長い配列を検索したり、またもっと短い配列を検索したりすることもできます。なんでですね、さまざまなゲノム編集ツールでも、これを利用することが可能です。またですね、V や R みたいな、縮小演域みたいなものにもですね、対応しているので、モチーフの検索もできます。で、これはその、画面ですね。でですね、まあ、これが SPCast9 の場合の入力というふうになっていまして、まあ、こういうふうに、プロトスペースは20ベース、そして、パム配列3ベースというふうに検索します。で、モチーフ配列が使う、これ縮小演域が使用できるので、こういうふうに N って書いても、まあ、それに応じた、検索をしてくれます。で、これは ASCAS12A ってやつで、まあ、CRISPR-Cas9 と同様にですね、よくゲノム編集に使われているような CRISPR のシステムなんですけども、この場合はですね、プロトスペーサーが23塩基 で、なおかつですね、パム配列が5プライム側にあるんですね。なんでですね、TTTV、最初に TTTV っていうのが来て、でそこからプロトスペーサーという形になります。だから、CRISPR-Cas9 の場合と真逆ですね。まあ、そういうふうなものになっているので、通常のですね、CRISPR-Cas9 用の検索ツールだと検索することができないんですけども、まあ、このゲノムを使えばですね、まあ、そういった、場合の配列もですね、検索可能というふうになっていて、まあ、非常に柔軟に使うことができます。またですね、まあ、このゲノムに関してはですね、このレトリバ社の方がですね、ローカルな環境で実行できるようなパッケージをですね、販売しておりますので、企業の方でですね、なるべくローカルな環境で行いたいという方は、こういうものを検討されるといいのではないかと思います。またですね、他のものとしては、ゲノムエディティングクラウドというものもあります。まあ、これは、プラチナバイオとトップポイント、そして広島大学が開発しているゲノム編集専用データ基盤でして、まあ、現在はですね、まあ、商用利用可能な sgRNA 設計や、また活性予測、またアンプリコンシーケンスの解析機能を有しています。で、この解析データはですね、トップポイントの、セキュアのクラウド内に保存されるようになっているので、まあ、少なくとも海外にそのデータが送られるということはないというふうになっています。で基本的にですね、国内のアカデミア、企業のゲノム編集支援ツールを目指しているので、今後ですね、要望に応じてですね、どんどん機能拡充を行っていく予定となっています。まあ、今はですね、クローズなテストを行っているんですけども、利用にご興味がある方はですね、ぜひですね、私のアドレスまでですね、メールしていただければですね、いろいろお話しさせていただきますので、ぜひとも注目いただければと思っております。で、この講義で発表する内容は以上となります。まあ、ここまでですね、まあ、非常に、様々なツールに関してですね、説明して、でなおかつですね、まあ、実際的なノックアウトの設計法とか、その考え方について説明させていただきました。実際はですね、今回はどちらかというと人培養細胞向けの話をしたんですけども、これがマウスとか、あるいはビボの話とか、また初代培養細胞とかの話になると、まあ、また聞き方テクニックみたいなものもあると思いますので、まあ、そういった知識はですね、ゲノム編集学会とか、そういった学会にですね、やっていらっしゃる第一線の先生方がいらっしゃいますので、まあ、そういう先生方にとかにですね、ご質問いただけると、非常に有意義な情報が得られるのではないかと思います。まあ、なんで、ぜひとも興味ある方は、足を運んでみていただけると、大変幸いです。私の講義としては以上です。ありがとうございました。